こんなやつが食われた。俺今まで150人食ってますから、控え生って名前気で、ガキで町でやんちゃしてる時からのあいつら付き合いだわね。町の時の支配力が安風の上だったから、安風くんっていう方になったから、いまだに続いてる。今のアクション、俺らの世代のアクションとちょっと違う、次世代のアクションで、やり方も違うし、香港みたいなアクションが入ってくるの。で、今日本も変わるんですよ。笑う小沢と、イカれる人し。小沢さん、お疲れ様です。それお疲れ。4名の方で、一番喧嘩が強い方って誰になります？みんな聞けば、それはまだ安風だって、見せしてんだからじゃない。武術撮影中に現役の船木トップさせてるの、グラウンドで。その安風だってもう、格闘技の間、元宮軸持ってて、稽古やったりしてるからさ、いつもあっちこっち故障出てきてるしよ。それはだって、安川で持ってる昔もっと宮宿で役者のチームでホストの大会とか出てよく役者がホストでやってたんだよ。なんか見に行ったら、お前なんかもう俺もうずうずするんだから、お前なんかもう出りゃいいじゃん。いや気持ちはめっちゃ出たいんですけど、やっぱさ、ああいう格闘技っていいもん一発もらうと首に爆弾背負ってたらもうアウトだからな。もう半身不随になる。首の折れたり脊髄になんか言ってる一発あったよ。ですけども首あるし、だそういう怖さがある。山はね、すぐ肉離れするからダメだ。あいつ野球の試合で三振して空振って肉離れするから。三振して帰ってきて、いってーとか、何があと右手がーとかって肉離れしてるんで、空振りで。しかもこんな高い球振って肉離れする。こうじゃねえ、はい。あいつ、こう振って肉離れして帰ってくる。走ると足つるし、意外です。意外なんだよ。山はもともともうすんごい線細いんだ。だって俺会った時こんなのよ。こんなやつが食われた。俺今まで150人食ってますから、控え生って名前気で、俺とアクションしにある前にこんなちっちゃくて、俺こっちやるんだろ、何取りないんですかと、本番うるせえバーン持ってるんだって、チキッとビンとバシャーバシャー掴んで、このパーティーのシーンがあって、段取りないからこんなん全部本物よ。山机に叩きつけてジャーバラ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 。なんかの時2時間ドラマ見たら、こいついいな、いい芝居してんのって、見たことあるな、いい山と思って、背が急に伸びてて、でも線が細くて、やっぱりもっと上に行くためには体でかくしないと、はい、ダメだぞって言って、ウエイトトレーニングやるようになって、今 OK。 もともとは全然細い。線めっちゃ細かった。だからあいつは、今でもワイルドスピード出たいんで、マッチョ大好きだからあいつ。マッチョと毛が欲しいんだからあいつ。ここに毛が行くせいによって、胸毛を作ろうとしてるのかな。バカだろ。本気でされてるんですか？だからお前ワールドスピード出んだったら、あれってまあハゲ日本一決定戦だから、で世界一強いハゲのだからドウェイン・ジョンソンとさ、あの主役のあれが出てきた、あれまで来ちゃっただろお前、あんなんだっけ、あのアドレナリンのジェイソン・ステイサム、あ、そうそう、いやまあもうあのワールドスピードの主役とかジェイソン・ステイサム大好きやな。お前ワールドスピード出んだったらもっともうブンブンやって、もう下手したらお前ステロイド使ったって競技に出ねえんだから、関係ねえじゃん役者なんだから。だってスタローンだって、少年スネーガーだってみんなそうじゃん。ステロイドもやってあいつバンバンでかくして頭反ってワイルドスピードでだからこの二人、あいつらの方が俺よりもガキで街でやんちゃしてる時からのあいつら付き合いだからね。安風山って渋谷の街で悪さしてるった頃の、おい安風くんみたいな、おい山みたいな、年はね大して変わんない、山の上なんだけど、町の時の支配力が安風の上だったから安風くんっていう方になったから未だに続いてる。じゃあ2人はもう役者する前からの付き合いだから、若い時なんかそんなことなりそうなことあったんだけど、はい、まあまあゴジラ対キングコングみたいなもんで、やったらどうなるかって言ったら、山はキングコング、キャラ似てるじゃん、なんか、はい、
めちゃめちゃ暴れてそうな。めちゃくちゃ暴れたけど、やっぱりゴジラかなだったけど、でもあいつキングコングかっこよかったな。はい、ゴジラと向かい合うまでは話は解けて、キングコング なんとか遠野って試合の時は、はい、俺キングコングあゴジラ撮ってる監督じゃん、三船敏郎に置き換えたのかと思ったもん俺。あの絵だって来て刀にするところのさ、あの感じって、はい、俺ゴジラはクリート・イーストウッドだと思った、あのマカロニウエスタンの時、はいはい、1のゴジラが傷ついて海に戻っていく時の後ろ姿がさ、はい、なんか荒くれ者から西部の町を守って傷だらけのクリート・イーストウッドが馬で去っていくみたいなさいう感じがするんだよ、はい、見えだけは歌舞伎だけどな、ゴジラの、うん、あれはあの監督すごいと思うよ、うん、でも結局どっちも障害つかなかったじゃんね。そうですね、つけずに終わってました、ね、うん、多分山タップするの早いと思うからあんな勝負で終わると思う山3番だ。女性に一番モテるのこれは安風だろ、まあ、多いんですか女性。多いよ。いや俺がいつも言ってる日曜日の飲み屋だってさ、最初のところ、うん、もう慣れたけど飲み屋ってあの違うの家庭料理屋だけど、はい、俺の仲のいいリナコちゃんってシンガポールからの知り合いなんだけど、シンガポールで知り合った、はい、でリナコちゃんも安風のファンだからさ、最初の頃なんかリナコちゃんの前に安風座らせると下向いちゃって全然感じしないで、ず何やってんのってなんか刻んでんね何も頼んでねえの。みんな安風好きだと思うよ。なんかあいつド S だからさ、そういうの分かるとさ、なんか急に「おっ美奈子あれ取って」「お前ら夫婦か」さあはい」みたいな喜ばしてさ、安風ド S、 山はねド M だと思うよ。ド M だと思ってた。中野秀夫さんとか持ってたじゃん。もうチンクも立たねえんだよ、もうクソもねえよ、もうあいつ。あいつの、ね、インスタ見てみろ、なんか最近道端の花取ってんだろ。俺やめとけ、そういうやつは死ぬから。そんなの取るな。安勝さんがダントツって。うん。まあでも的場とかよ、お前の顔で何がスイーツだよとかいつも言うけど。道端の花取ってるよ、甘み食ってるやつのがまだいいよ。V シネ四天王の方も含めてかもしれないんですけど、なんか皆さんで腕相撲とかされたことあるんですか。あ、安風が一番強い。あいつめっちゃ腕相撲負けたことないじゃん。へぇ強い。俺なんかやったって動かねえもん。というか、安風とやる前に勝谷に勝ったからにしてくださいみたいな感じ。勝谷はやっぱでかいしや、強いじゃんや。はい、勝谷動かねえのに安風動くわけねえ、その勝谷が安風動かねえの、山だ、山を出ずばやったら多分肉離れする二頭筋ぐらいが肉離れる。ヒデとかはまあ全然弱いわ。康二とかはまあ出ずばとかないけど、はい、どうなの、そうでもないんじゃない。安風さんかなり強いんです。力強いんだって。鍛えてるが強いっていうか、もっとから強いやつっているじゃん。あ、はいはい、よくさベンチプレス世界チャンピオンみたいな、なんか飲み屋でさ、はい、あ、そんなんすか、俺腕相撲負けたことないんですよって街のなんかおっさんとかさ、はい、平気で負けてるもんな、ベンチプレス、はい、あれなんかあの力って天性のものだと思うよ、ね、アクションでも、でも基本的に当てないですよ。いやいやいや、当てる時ももう腹にプロテクター、キャッチャーミットみたいなの入れてて、はい、今月入るやつなんかもう今のアクション、俺らの世代のアクションとちょっと違う、次世代のアクションで、はい、やり方も違うし、だから今それも勉強してて、それあの監督とかも腹にぶち込むとこう、練り込むみたいなのまで行くから、はい、当てるな。顔だって当たって見えるのよ。そんな昔だとこう抜いて、はい、カメラこっちだとバレちゃうから、こっちだからこう抜き当たってるの見える。はい、もう今そういう時代にはもうやり殴り方がある、そういう流れっていうのがやっぱ昔はジャックだったから、うん、倉田さんとかジャックの、はい、まあでもみんな今の流れ変えてるのは、俺が次の監督、アクション監督、まあ監督もやってるのは倉田さんとかの流れで、ジャックの流れもあったり、うん、そこからどう若い時にいろんな研究していって、
あの谷垣みたいに、あの谷垣ってあの流浪に献身のアクションなんとかやってる、あれドウェイン、ドニー・イエンと香港で一緒にやってアクションとかやって、うん、でそこ入ってきてこう一つになっていって香港みたいなアクションが入っていくので今日本も変わりつつある、はい、実際の喧嘩の方が楽だもんだって痛きゃ倒れちゃって、ああ、そうです。袋になって終わりやろ、はい、痛いし疲れるのにまだ終わらねえまだかかってくるんだから、はい、それをはいじゃあ、同じことを切り返してもう一回ってやるんだから、はい、何回も同じこと何回も、いやもうそれアクションじゃないから、はい、本当にもう一回さっきちょっと優勢だったけど優勢じゃないですよ今回もう一回やろうぜってもう一回離れてよしって来いってバーッと今度やってじゃあ、はい、もう一回止めてもう一回やろうってやれるめちゃめちゃ体力使いますね。もうしまいにやめようぜってなるよお互いが、はい、こんなアホみたいなこと、はい、ありがとうございます。今回の、配信はどうでしたか。後でテロップが出ると思うんでボタンポンと押さねえと肉離れさせるぞ。